お客様の声や地元の人のイメージを選択できるというのは何にも勝る。N2P 村上烈です。本日も厳選されたデジタルプロモーションを研究していきます。今回ご紹介するのはこちら、パッケージデザインを選ぼう。日本の神業金沢総選挙2024。株式会社小池屋です。金沢美大生考案のパッケージデザイン6紙から投票し、抽選で40名様にプレゼントが当たるキャンペーンです。それでは烈さん解説お願いします。はい、こちら日本の総選挙になってるんですけども、こちらですね、以前小池屋プライドポテト日本神業三大キャンペーンというのを行っていて、こちらは日本の神業プライドポテトを6種の味で日本の魅力をクイズ形式で発見するみたいなものがあって、その際にこちら、まあ、見て一番上見ると金沢の神業パッケージだけ、まあ、できてないからどうしようみたいな前振りがありました。で、それを受けて日本の神業金沢総選挙なんですが、今回金沢美大生考案デザインのフライドポテト日本の神業金沢の甘エビパッケージデザインが6種類用意され、1位のデザインが商品化するという投票キャンペーンを行っています。投票された方の中から一度当たれば2回もらえるみたいな、なんかもうよくわからないインセンティブの書き方をしてるんですけども、まあ、こちらはですね、投票者にはすでに販売済みの6種の日本の神業が当たって、金沢の甘エビ自体は11月ぐらいに販売されるんで、販売されたらそれも送られてくるといった2回に分けたインセンティブになっています。で、投票自体はですね、こちら押していくと投票ができるという形で、でポチッと押すと個人情報となんで選んだのかみたいなのをフォームで入れるっていうようなシンプルなものです。まあ、個人的にこういったような横にこうエビがドーンってあるとカッパエビ線を思い出してしまうんで、金沢強めの方がなかなかいいんじゃないかなと思います。僕はこの青いのが結構好きですね。パッケージデザインは店頭のマーケティング情報とともに社内で何度も検討しながら慎重に進めるものだと思うんですが、実際お客様の声と地元の人のイメージをダイレクトに聞きながら選択できるというのは何にも勝るとは思いますが、やっぱ失敗した時に挽回しづらそうというデメリットもありそうです。これであなたの企画もネクストステージだ。ご視聴ありがとうございました。なるほどと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。また面白いキャンペーンがあったらコメントで教えてください。現在無料出張勉強会のご依頼を募集しています。詳しくは概要欄をご覧ください。